旬のイカになります。まだね、ちょっとお塩召し上げてください。お醤油をかけますね。一瞬ですね。おお、まずこちらをね、少し召し上がってください。あとはもうお刺身の方召し上がってもらって、姿が出てきますので、それを天ぷらにします。これを天ぷらしますね。はい、お刺身の方から先召し上がってください。はい、はい、食べて。